こんにちは、大型のコッコです。今回はコストコ購入品紹介です。はい、ということで今週はね、2回もコストコに行ってきました。そこでの購入品紹介を紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。今回も割引商品多数ですのでぜひ見てください。はい、まずは冷凍品から。じゃん、エビ。はい、冷凍のエビなんですけど、尻尾付きの方の冷凍のエビを購入してきました。尻尾が付いていないあの冷凍のエビ、確かオレンジのパッケージだと思うんですけど、そちらよりもなんか尻尾が付いている方が食べる部分がたくさんあると思うんですよね。気持ちの問題かもしれないんですけど、尻尾がついてない方がちょっとお値段高いんですが、だったら尻尾ついてて、あの可食部がある方がいいんだろうなと思ってこちら購入してきました。はい、いつもこちらでエビチリは必ず作ります。結構久しぶりにね、買ったかもしれないです。 908g あります。次がこちらもね、久しぶりの購入。じゃん、アボカドです。アボカドは5玉入っております。1年ぐらい前は毎回アボカドが大好きなので毎回アボカド購入してたんですね。ですがどん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 値上がりしていって、1000円は超えるようになったんじゃないかな。今回はい、お安くなっていた商品で7キュッパだったかな。はい、なのでこれを機会に購入しました。昔はやっぱり確かね、5キュッパとか6キュッパで買えてたんですけど、でも1000円超えちゃったら買えないよということでね、スーパーでも結構アボカドってちっちゃくて高いなっていうイメージで、スーパーでもあまり買えてなかったんですね。なんですけどこれを機会に購入できました。コストコのアボカドって硬いんですけど結構柔らかい、もう食べ頃かなっていう感じです。押してみて柔らければ食べ頃ですと書いてあります。アボカドディップにして食べるのが好きですね。チップス用意してアボカドと玉ねぎとレモン汁と塩コショウと塩で味付けしたディップを作って食べるのがすごく好きです。はい、こちらサクダドリ購入してきました。はい、こちらのサクダドリはあのお店のポップに300円安くなりましたって書いてあったので、だったら買おうかなと思って、確か 100g あたり98円ってポップに書いてあったんですね。でもも肉も昔はね98円で買えてたと思うんです。だけど今スーパー98円で買えないような感じなので、だし国産でこの桜鳥、コストコの桜鳥はすごい美味しいので、4パック入っているんですけれども、こちらはまあ得なんじゃないかなと思います。この1パックに2枚入っている時もあれば3枚入っている時もあります。全部何キロなのかな、 2.5キロ、すごい。このパックのままいつも冷凍したりしているので、それはねすごく便利な点かなと思います。次こちら、じゃあまた買ってきました、ユダヨーグルトです。何日前、3、4日前にユダヨーグルト買ったんですけど本当に美味しかった、なのでまた購入してきました。特にねこれもね安かったわけじゃないんですけど、やっぱりなんだろうな、まあ加糖なのでめちゃくちゃ美味しいっていうのと、生クリーム入りって書いてあって、なんか本当に濃厚でもっちりとしたヨーグルトなんですね。他にはないヨーグルトかな、うん、食べたことないヨーグルトっていう食感なので、またね購入してきました。これってスーパーに売ってるのかな、見たことないですけど、うん、めちゃくちゃ美味しいです。おすすめ、人気なのが分かりますね。最後、じゃーん、こちら初めて購入します。
クレープです。これは小分けになっていて、全部で何本入ってるのかな、20本入ってます。チョコクレープなんですけれどもね、一回ねいただいたことがあって美味しかったので、そう今度買ってみたいなとは思ってたんですけど、今回ねあのお安いタイミングだったので、はい、購入してきました。これは冷凍してもいいし、レンジで温めても美味しいみたいなので、冷凍じゃないか、冷やしてもいいのかな、常温で売っていて、で今冷蔵庫に入れて冷やしてたんですけど、凍らしても美味しいのかな、どうなんだろう、まあいろいろねやってみたいと思います。レンジでは600ワットで10秒、本当にちょっとですね、温めるみたいです。中のチョコレートがトロッとして美味しいらしいですよ。開けてみます。ちょうどねいいサイズ感なんですよ。じゃーん、こんな感じ。これが20本入っているということですね。でちょっと食べてみたいと思います。すごい、でトロッとしてますね。松井さん常温になっちゃいました。あ、これ食べちゃうな、ついつい危険、本当にやっぱチョコの味なんですけど、なんかナッツみたいな、あ、やっぱそうだ、ヘーゼルナッツペーストが入ってます。ちょっと感じられるよね、ナッツな感じ、ほぼかにね、うん、そうそうそう、これはね買ってよかったです。ということでコストコ購入品紹介でした。今回は土曜日の夕方から夜にかけて5時半ぐらいかな、5時半6時ぐらいに行ったんですけれども、もう暑いからもう夜にコストコ行こっかって話になって、まあ夜だし空いてるかなと思ったんですよ。だがしかしめちゃくちゃ混んでました。いや本当にカートの数も全然なくて、だから意外とお昼の方が空いてたりするのかなって思いました。最近ね地震がねとても多いと思うんですけれども、それもあってかコストコで水を大量に購入している人が多かったです。もうペットボトル の24本入りのお安いお水あるじゃないですか、買ってる人が多かったのと、あとはトイレペーパーもたくさん、もうカードに山積みになるぐらい買っている人も多かったです。トイレペーパーは災害と関係あるのでしょうか。それもあって混んでたのかな、コストコ。それぐらいね買われてる方が多かったなっていう印象を受けました。あとはフードコートでも新商品のサンドイッチ食べたりとか、ショート動画にね載せてますので、ぜひ見てください。フードコートでも爆食したのでぜひ見てください。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。参考になれば嬉しいです。さようなら。